はいみなさんこんにちは今回は綾瀬コンクリート事件の疑惑を追及します事件の概要です綾瀬コンクリート事件は1988年昭和63年11月から1989年昭和64年1月の間に発生した監禁強姦暴行,暴行死体遺棄事件の通称昭和最後の凶悪犯罪事件ですで綾瀬コンクリート事件はこのですね 民家に監禁されてでこの主にこの少年が他にも関わっていた者がいるということをされていますが、まあ、4人があの犯人ということで、えー、なっております事件ですが私にはこの大きな疑惑があるということで前回検証させていただいております、えー、当時の新聞ではこのドラム缶はです、ね、発見された時のドラム缶は3 0 5キロまあこれがあの遺体 が入ってコンクリート詰めにされていたドラム缶なんですけど305キロあったということで現地ですね遺棄されてたということで,でここに大きな疑惑があるということで検証させておりますこのドラム缶ですね305キロのあったドラム缶はこれは人の少年たちでは運ぶことができないんですねその点をこの追求しておりますこういう重機が必要、まああの,重機の種類はいろいろありますが重機が必要なんですね であの運搬車両もあの足立区綾瀬から江東区沸かすまで移動させてるわけで,であのは、えー、とドラム缶を積んで,で現地で降ろすというそういう作業が必要になるので少年たちの犯行ではなかった他の者たちの犯行であった可能性があります前回はこちらの動画で検証しております検索結果に出づらいのですがそれも真実だからである可能性があります真犯人がいるとなるととな いろいろな面で影響が出てきますスマイリー菊池さんと飯島愛さんについてですスマイリー菊池さんについてですが日本のお笑いタレント俳優ということでこの方があやコンクルート事件に関係があるということが言われておりまして匿名の人たちが作り上げたスマイリー菊池ということでいつの間にか事件の犯人にされていたということで被害者ということになっておりまして まあこの話は有名でえ、菊池さん自身も本を出しておりまして、突然僕は犯人にされたということで、まあ、違う表紙もあったりとかしましてえ、つまり菊池さん曰く、ネットが悪いんじゃない悪いのは人間だということでえ、この事件で被害を受けているということになっておりますが、あの、もともと4人の犯人、この、 4人の犯行ということでありますが、この事件は、4人プラス他にも少年が複数に関わっているということになっておりまして、その関わっている1人に、この菊池さんがいるというようなことで、中傷被害を受けてたということでなっておりますけど、まあ、これはのです、ね、当然、犯人が違っていれば、少年たちの犯,犯行ではなくて、 当然菊池さんの犯行でもないんですけどこれはですねあの、まあ、菊池さんがこの犯人の1人というふうになることによって、えーまあ、メディアから報道されている事件の内容が既成の事実ですね、えー、絶対であるというふうに、えーまあ、裏がないということで、えー、それを強めるためのものの一つであるという可能性があります。 どういうことかと言いますと、菊池さんがこの事件の中傷被害を受けるということで、で本まで出してますので、ですから、世間一般に言われているこの内容は真実、それが真実であると、裏なんかあるわけないということになりますので、それが目的で菊池さんが中傷被害を受けている、中傷被害を受けていることにされている可能性があります。まあ、可能性の一つですが、 菊池さんは真実を知らされていて、でそのですね、えーまあ、真実がないということにしたいので、この千省翔役目を、まあ、引き受けているとで、その代わりのものをまあ受けていると、えーまあそのですね、浮き沈みの厳しい芸能界ですね、芸能界で、まあ、少しですか、少しかどのくらいか分かりませんが、安泰になると、グレードが高まる。この 芸能界の中で11に近づくといいますかポジションが上がるという交換条件としてこのマイナスの役目を引き受けている可能性がありますで真実も知っていると私は考えますもしこのような役目を受けていてまた逆にその真実を知らないと逆に変なこと言ってしまうかもしれませんので,でそうさせないためにやはりこの役目を受けているということは真実を知らされていて。 役目を引き受けているという可能性があります。まあ、ですので、まあの事件には全く関係ない冤罪ではありますが、必ずしもまあ、完全に冤罪とは言い切れない部分があります。ただまあ、この交渉まあ,あの相談が持ちかけられた時点でまあ、断れない状況下にあると思いますので、その点は上々ですねえ。酌量の余地はあると思います。続きまして飯島愛さんです。 飯島愛さんも、綾瀬コンクリート事件に関係があると言われておりまして、例えばこのような本でも、えー、綾瀬コンクリート事件と書いてありまして、で、これ裏面なんですけど、謝りたい、許しを請いたい、やり直したい、誤解を解きたい、いや、話せない、嫌われる、嫌なやつだと嫌われる、怖くて言い出せない、でも、本当はあの時、ごめんなさいと、その、綾瀬コンクリート事件に、 関係があったと似わせるようなことが書いてありましてでそういう話はそのたくさん言われておりまして飯島愛さんとコンクリーン事件で質問ですがとこういうふうにこの関係があったと言われていてそういう話はたくさん広がっておりましてでこれもですねスマイリー菊池さんと同じくその少年の犯行でない実は真実が隠されているならば 全然関係がないんですね。飯島愛さんもこの受件に全く関係がなかった可能性がありまして、ただ同じ理由ですね。なぜ関係があるようにされてるかとい、えー、なってるかといいますと、裏があることを隠すために、えー、世間で公表されている内容が既成事実であることを強めるために、飯島愛さんがその引き受けてる、マイナスな部分を引き受けて、代わりに、 レギュラー番組が増えたりとか芸能界で自身の地位が安泰になったりとかそういうことで交換条件だった可能性があります確かに井島大さんはたくさんのテレビに出ておりまして、まあ、人気があったと思いますあの実力もあると思いますけどそれ以外で安泰になる要素ということで中傷を受ける代わりの交換条件だった可能性があります続きまして アヤセコンクリート事件は映画も出しておりまして、コンクリートという映画を作ってて、2004年に公開された映画ということで、まあ、このような映画を作っておりまして、で2004年ですね、事件が発覚したのは1989年1月ということで、15年も出してからこの映画を出していて、であのわずか5日間で取り上げた作品ということで、 まあ自分はそのな,なぜこんな映画を出したのかと言いますとやはり同じくですね既成、えー、事実を強めるためであるとそういう可能性を感じておりますこの映画はですねあの私はその事件の概要をですねウィキペディアで、えー、読んだだけでももう後悔するような内容でしたその大変この残虐な内容でしたので それをですね、映画で見たいという人はあの少ないんじゃないでしょうか。ですから、興行収入ですね、あの、利益を出すために作った映画ではないと、そういう可能性があります。やはり目的は、その既成事実とするため。15年も経て出しているのは、やはりこの事件に、えー、何かおかしいと。 を感じる方が多かった多いからではないでしょうかこのように映画も作っておりますところもまた真実が隠されている可能性があります別な者たちの犯行であるならばまだ捕まっていない犯人たちは他の事件に関与している可能性があります同じく残虐な事件を考察してみます神戸連続自動殺傷事件ですこちらも大変残虐な事件で ま少年犯罪ということになっておりまして犯、えー、犯行を行っております少年は、14歳なんですね。まだ中学3年生の14歳ということで、えーまあ、死亡者、亡き者にされてしまった方は2人で、負傷者2人ということで、その手口も大変残虐な内容になっておりまして、でこちらもですね、あのー 本を出しておりまして、絶火という。このようにですね、あの残虐事件は本を出している場合が多くて、で、この本も、綾瀬コンクルート事件の、まあ、映画を作ったりとか、他の芸能人を巻き込んでいるような、この報道されている内容が既成事実であることを強めるための目的であると、自分はその可能性を感じております。絶火という本を出しておりまして、 確かにやってるんだよというためのようにも見えますがこのですね14歳の少年が起こした神戸連続児童殺傷事件なんですけど、まあ、自分が、えーまあ、その本当にできるのかっていうことでは何ですかこの男,男児の頭部を切断するだとか 大変残虐な内容もこの小学、この14歳の少年ができるとは思えないところもありますが、あのー、メディアをこのです、ね、挑発しているところがありまして、えー、その点も、ですね14歳の中学3年生の少年が、そんなことできるのかと、まあ、やろうとするのかというところも大変不思議ですね。これですね特にに被害者ののが声明文とともに中学校の 専門に置かれた点、地元新聞社に挑戦状が郵送された点など、これは逆に中学生はできないんじゃないかと、逆にこれもその、えー、裏がある、うこのまあ、真実の,犯あの真犯人が得る証拠,で証拠の一つではないかとも考えられまして、まあ、そのです、ね、可能性があります、えー、続きまして、えー、残虐性が類似しました、えー、凶悪事件ですけど。 この宮崎努の起こした事件が類似します、東京・埼玉連続養生誘拐事件ですね。先ほどの神戸児童殺傷事件と同じく、マスコミ宛てに送った犯行声明文があ警察への挑戦とされと、自ら未だ言うこと名乗り、 マスコミ宛に送った犯行声明文ということで、同じくメディアにあの犯行声明文を送ったということで、その手口も類似します。こ,れです、ね、こちらの事件なんですけど、また、起きた事件あの、4人ですね、被害者がおりまして、その起きた事件が1988年昭和63年から翌1989年平成元年にかけてということで、これは、 綾瀬コンクリート事件も同じく1988年から1989年なんですね。で、場所が、まあ、埼玉県で誘拐、えー、埼玉県三郷市で誘拐されたということで、この東京、宮崎勤のですね、東京埼玉連続養生事件は、場所が東京と埼玉県ということで、場所も、えーまあ、あの類似します。 近い場所でで起きておりますす事件ですで残虐性も大変ですね、普通の人間がやるような事件じゃないというところで一致しますことからも、こちらもですね、真犯人が隠されている可能性がありまして、であの別な動画で私は上げておりますが、この宮崎勤は、この障害者なんですね。幼い頃から手首を回せず手のひら上に向けられないという、この身体障害者なんですけど、 1>, 1人で車を運転する,のやすることがやっとな宮崎勤もなんですが、1人で車を運転して、で、児童を1人で誘拐して、1人で連れ去ってという、そのです、ね、手口はできないんじゃないかと思いますが、それをか完全にやりきたということにされておりまして、えー、この事件も大変疑わしい事件でありまして、えーまあ、の動画に出しておりますので、えーまあ、できましたらご覧いただければ幸いです。 でこのような事件もです、ね、あの真実が真実が隠されておりりまますす可能性があ,ります、えっと、あの言い忘れてしまったんですが宮崎勤の事件の方も本を出しております、えー、獄中で、えー、本を出しておりましてしかも2冊も本を出しております夢の中今もということでですね、えー、散々やってないやってないと言いながらもいや実はやったんだやったんだと本を出しているところも、まあ、疑わしく であの協約事件での犯人が本を出しているというところが、またですねあの真実が隠されている可能性があります綾瀬コンクリート事件に戻ります。 ここは東京江東区の埋め立つ地、若洲というところで、実はオレンジ色のドラム缶、その中にコンクリート詰めされた女子高校生の遺体が、楽しくとやっぱし朝まででしょ、海外のとき、いつも通ってらっしゃいやと真っ暗になっても通りますからね、<laughs> 警察がね、ドラム缶運ぶときは、ご覧になってました、<laughs> うん、あの、警視庁の四等車のトラックで、四車のクレーン付きのね、<れ>ユニックなやつの、クレーンで上げたんですか、だから四等車のユニックトラックっていうんですか、うん、あれを使って、ビューッとあげてました。 この江東区の空き地のちょうどこの場所にドラム缶を運んで警察ではこのドラム缶をクレーン付きの4トン車で回収しましたそしてコンクリートを破って純子さんの遺体を取り出したんです昨日純子さんの両親が死体の続きまして、えー、綾瀬で監禁していた、えー、家で亡くなってしまいましてそこでそのドラム缶にコンクリート詰めをどういうふうにその遺体処理をしたか についいいて確認したいと思いますこちら、ですね当時の週刊誌の記事なんですけど、その次のページですね、で右上にありまして、えーと、旅行用のキャリアバッグにまな、あ、くなっちまったの押し込まれたというふうに書いてありまして、その後知人から借りてきたワゴン車に遺体を運び込み、車内で工事現場から盗んできたドラム缶にそれを放り込むのである。 もちろん流し込んだセメントも盗んできたもの、まあえー、丸買いの手口も壮絶だが、死体の処理もマフィア顔負けだということで、そういうふうに処理したって書いてありまして、で実際、ワゴン車、こういうこのワゴン車に、えー、具体的にどういうふうに処理したかについて、えー、確認したいと思います。まあ、ワゴン車に305キロの遺体を入れたドラム缶を、まあ、無事にセットできて、 30分以上かけて車で移動させたともし本当にできた場合現地で3 0 5キロのドラム缶は動かせないんですね重すぎて3 0 5キロは危険な重さですね倒れれば足なんか簡単に骨折してしまいますだからこういうふうに扱うですね重機で扱うための形状をしていますドラム缶はただこの 少年たちがやったことにしてますから、どうしてもこのですね。現実離れが生じ生じてしまうんじゃないかと。そういう疑惑があります。この少年たち4人まあ、他にもそのサポートしたものとかがいるなどと言,言われてますが、まあ、実質この4人が指導して起こした犯罪だと言われております。で、あの当時の週刊誌やテレビとか。でもこの少年法が出てくるんですね。少年法に保護されてる。 そのもしその真実が隠されていて、マフィア顔,向けあの顔負けと言っておりました、そのまあ、もしマフィア、マフィアに近いものです、ね、がやったとしますと、なぜこの少年たちがこの代わりに少年たちを用いているというと、この少年法ですね、少年法は死刑にならないから、死刑にならないから少年を利用していると、その可能性があります。 文春の記事がマフィア顔負けだと言ってました。ですね、失礼。えー、っと、えー。死体の処理もマフィア顔負けだと、マフィアの手口に感じたんですね。ですから、本当にマフィアがやっている可能性があります。でですね、あのこの事件、その、 実は真実が隠されているという内容ですと必ず反発するコメントがたくさん出てきます。それもですね、あのどうしても口出し,したいのもまた裏があります状況証拠になります。これにこの真実が隠されているとなりますとこの大きくこの事情が変わることになります。まあその,あの極端な話、この歴史が変わるような内容になります。どういうことかといいますと、この大掛かりなんですね、 あの嘘をついててたことが分かってしまうんですねメディアもそうですし警察もそうですし他の司法も、ま、あの一緒になって嘘をついていたことになります、まあ、当然全体でなくてほんの一部が連携しての成果だと思うんですが基本的にはあの99%以上皆さん正しい方々ではありますが悪い者たちが日本の国家中枢に大きく巣を作ってる作っていることが 分かってしまうんです,、ね、ですからその疑惑は絶対にあってはならないとそういうことである可能性がありますのでこれを追及することは我々にとって大変大きな成果を得られることになりますので皆さんと一緒に考えていきたいと思います。